今回は9月3日木曜日に紋別競馬場で行われる札幌クラシックカップの予想を発表します。私の本命は8番のドリグレット、対抗4番ラッキードリーム、他の選手は5番のトランセンデンスに7番シビックドライブです。8番のドリグレットは前走ブリーダーズゴールドジュニアカップの2着スタート 1700m ということで、ここも同じ距離ということで、実績実力は十分ではないか。4番ラッキードリームはその前に JRA 認定のオープンでタイムが良かったということで対抗、5番のトランセンデンスは8番のノットリグレットが2着のブレイダーズゴールドジュニアカップの3着馬ということで、まあ、印。7番のシビックドライブは1700の走破タイムが、まあ、ちょっといい方なので印を打ちました。買い目はの推奨は8から4、5、7の3連複です。皆さん検討よろしくお願いします。